エルスエニオデモルフェオは、スペインアストリアス州を拠点とするバンドである。その音楽スタイルは、ケルト音楽、フォークロック、ギターポップなどを取り入れた、ポップロックである。バンドは2002年にゼマの名で結成され、アストリアスの民族音楽からの強い影響を特徴としていた。同年に、初のアルバム、デル・インテリアを発売するが、商業的に大きな成功を収めることはできなかった。 収録は、アストゥリアス出身のダビド・フェイトと、カナリア諸島出身で、アストゥリアス州シ,シエロのコレヒをインテナスオナルマリスの、音楽教師であるラケルデル・ロサリオとその、同僚アンドレイス・アロンゾ、アントン・フェルナンデスによって行われた。その後、ゼマは解散し、新しいプロジェクトに移行することが決まった。ダビド・フェイト、ラケルデル・ロサリオはその後フアン・ルイス・スワレスと出会い、共に、 新しいバンド名を決める。候補に挙がった名前には、プピトレ・アスールに決定した。2004年、ラケルは、スペインの連続テレビドラマ、ロッセラーノによる、タイトル曲の募集に応募して、デモテープを送ったところ、制作会社のグロボメディアは、バンドに対して、タイトル曲の制作を依頼した。ドラマ出演者のフランペレアと共に、ドラマのタイトル曲、1プラス137を収録し、 オープニング曲として放映された。これによって広く大衆に知られるところとなり、グロボメディアの音楽部門である、グロボメディアもしかと契約を交わすこととなった。初のアルバム、エルスエニョデモーフオは、マネル・サンティステバンのプロデュースにより2005年3月に発売される。先立つ1月に、アルバムからの初のシングルカット、ヌンカ・ボールベロが発売され、すぐにスペイン国内で、 ヒットとなり、この楽曲は、同年の年間シングルチャートで3位となったその後、同アルバムからは、オホス・でシエロ、オクパ・デ・ツ・コラソン、エスタ・ソイオがシングル化され、チャート入りする。バンドは、スペイン国内で100を超えるコンサートをこなし、ラテン・アメリカへもプロモーションツアーに出る。また同じ年に、ドゥン・カン・ドゥーのトリビュートアルバムに参加し、ウナカージェでパリのカバー曲を収録する。 2006年、スペインのビールクルスカンポのコマーシャルのために、トモット・ラ・ビーダと題して、アイ・ウィル・サバイブのカバー曲を収録した。ラケルは、ディエゴ・マルティンとの共演曲、デイ・ハーメイ・ウェルトを収録、エルス・エニオ・デ・モルフェオとしては、映画、カーズのサウンドトラックのスペイン版向けに、アワータウン、ディーン・コントラーのスペイン語カバー曲を収録した。テレビ放送局、ラ・セクストの、 開局キャンペーンでは、楽曲、ソンリサイスペシャルで寄与した。エルスエニョでモルフェオのコンサートで歌うラケルエルスエニョで、モルフェオとしては2枚目となるアルバム、ナンバーズ・ベイモス・イエヌ・ウェル・カミーノは2006年中に収録され、2007年4月に発売された。収録曲の、ウントゥー・ニル・アントレ・ティ・ワイオは、連続テレビドラマ、ロス・セラーノに使用される。アルバムから、シングルカットは、 パラ・トーダ・ラビーダ、ついでデマシア・ード・ダルジであった。その後発売された2つのシングルはいずれもネクトの共演曲のパラ・ティセリア・チャカーであった。このアルバムは後に映像を収録した DVD とネクトの共演曲などを合わせて再発された。バンドは2007年にスペイン各地をツアーし、2008年にもミニツアーをする。2年後の2009年初期、 アメリカ合衆国のロサンゼルスで新しいアルバムを制作する。初のシングルカット SINO STOS は2009年4月に発売され、アルバムコサスクノスホソンセンティールビアンは同年5月に発売される。その後ノーセドンデボイ、ヘンテがシングル化される。2009年から2010年にかけてスペイン各地をツアーした。2010年には コンプリセスの20周年記念アルバム向けに、共演曲、エスポルテを収録する。2011年初頭、ラ・ムシカリテとの共演により、クアトロ・エリーメントスを収録し、同曲は3月に、スペインのヒットチャートで9位入りする。2011年2月、ラケルは、ルカ・バルバロッサと共に、サンデモ音楽祭2011に出場して、フィーノ・イン・ォンドを歌い、5位入賞を果たす。 4枚目のアルバム、ベスコモス・サンリソスは、トムルッソのプロデュースにより、ロサンゼルスで収録された。アルバムは2012年2月に、それに先立って、シングル、デペンデデティは2011年11月に、それぞれ発売された。アルバムの発売後、バンドは、スペイン各地をツアーする。二千十二年十二月十七日、テレビ仕様にエスパニオーラは、二千十三年五月に、 スウェーデンの丸目で開催されるユーロビジョンソングコンテスト2013のスペイン代表に選出されたことを発表した。スタジオアルバムエルセーニョデモルフェオのシングル客演したシングル。ありがとうございます。